阪府八尾市にあります日本ウクライナ文化交流協会に来ております。そしてお話を伺うのは小野元博先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。小野先生、僕はですねちょっと時間経ってしまったんですが、2月の24日、大阪のスカイビルでですねウクライナと、そしてですね、世界の平和を祈るキャンドルナイト、行かせていただきました。でもうこの戦争が始まってもう2年を超えて、もう時間が経ってしまったんですが、今どんなふうに状況を見ておられるでしょうか。毎日ねウクライナの友人たちと電話してるんですけどね、はい、まあ時差があるんでこちら夜するんですけども、もう疲れてますね、はい、ものすごく疲れてます。はい、ウクライナ支援は何かとよく聞かれるんですけども、それはウクライナに関心を持ち続けること、忘れないということですね。